心肺蘇生法などの救命処置を広く知ってもらおうと、松山市消防局は今月から応急手当講習会の定期開催を始めました。9日1回目の講習会が松山市茅町6丁目の市保健所消防合同庁舎で開かれ、サッカーの愛媛 FC のスタッフら18人が中央消防署救急隊員や市消防団女性分団員から AED 自動体外式除細動器の使い方などを学びました。2人1組になり、息をしたり止めたりしながら胸の動きの違いを比較し、呼吸停止の確認方法を習得していました。講習会は松山中央、西、東、南の各消防署が月に1回から3回程度開くほか、乳幼児を育てる親や妊産婦を対象とする講習会も設けています。市消防局のホームページで年間スケジュールを確認できます。助けれる命を助けるっていうところが一番やっぱり大事になります。僕らもやっぱり救急隊を到着するまでに市民の方が、そういうふうな手当てをしていなければほぼ助かる命も助からないことが多いですので、皆さんそういう市民の方が手当てをなり心肺蘇生法をしていただくことによって、救命率の向上につながっていくと思いますので、それがやはり大事だと思います。